室町幕府六代将軍、足利義教。1441年に家臣の赤松光助に暗殺されてしまったことで有名ですよね。義教は、気が短かったというエピソードがありますが、一体どのような人物だったのでしょうか。今回は、室町幕府一の名君は、実は足利義教だった?というテーマで語り合うスレをご紹介します。方向衆を強化して中央集権を確立。比叡山を打って宗教勢力を粉砕。父義光ですら果たせなかった九州や関東平定を実現。どう考えても室町幕府一の名君は、足利義教。名君がなんで殺されるんだ?私逆性ばかり強調されたり、無理やり信長の先駆者にされる気の毒な人。方向性は間違ってなかったんだよな。義教は、おそらく政治にかける情熱は、室町幕府歴代将軍一だろ。思いがけず将軍になれて、やる気満々だったんだろうな。能力も備わっていたし、やり方が良かったとは言わんが。鎌倉公方も足利も義教からは、元禄将軍とか、国将軍とか言われたらしいな。まあ、そこら辺は事実だし、持ち氏以外にも、結構そうやってやるされてたんじゃなかろうか。持ち氏は、自分が将軍になれると思ってたからさ。出家した奴なんかが減属してきて、その道が断たれた。怒り憤懣、今すぐにでも都に攻め上って、将軍になりたいのを周囲に止められていた。義教に滅ぼされたが、室町幕府は、実際は将軍の独裁権力が強いから、将軍が隙を見せて応出するのは、幕府の政治にとって最大の痛恨ごと、幕府の権威に傷をつけただけじゃなく、その後に幼少の将軍が続く結果を招いた時点で、とても名君とは言えないだろう。暴殺されたという不可抗力を名君の条件に入れるのは、ちと厳しすぎるのでは?父親が交通事故で死んで、その後の家族が路頭に迷っても、あなたはその父を、家族を路頭に迷わすひどい父だと言い切るかい?まあ万民恐怖と言われただけに、因果関係がないとは言い切れないが、暴殺はあくまで結果論。この人って南朝復活の目も完全に潰してるような。守護や慣例の反対で、何事も決められない政策や裁判も、義教は真意で選ばれたと独裁したり、幸将による裁判も結果的に、良い結果を出してる気がする。存命して成人した義政にバトンタッチしてたら、戦国時代は来なかったかも。義政も若い時は政治に熱心だったが、慣例や守護の反対をいちいち聞いていたから、やる気がなくなったっぽいし。実際、将軍権力って強いから、命がけで権謀術数を使い執行すれば、義光や義教みたいな強権発動も可能なんだよな。徳川将軍家みたいな、将軍が無能でも完成された官僚機構が勝手に運営するから、大丈夫みたいな。お飾り将軍じゃない、実力勝負が足利将軍。暴行衆や守護を動員して、自ら戦場で指揮を取ったりするし。逆に陽君が足利将軍になると、有力守護らのやりたい放題になるけど、この辺は足利将軍の縁戚関係が弱すぎるから、後ろ盾がない厳しさがある。逆に婚姻養子関係で京周辺の安定は図れてるけど、公家や寺領の荘園を保護すると、近江六角氏など守護と敵対しちまう。方向衆を保護しても、近江や三河で守護と敵対しちまう。応仁王乱で芝氏をないがしろにして、朝倉氏を認めてからは泥沼で、小田まで没降。で、その名君がな、なんで懸案となってる赤松の屋敷にホイホイ出かけていったかな。そや赤者親子が可愛いからだろ。赤者子供が生まれたからぜひ見に来てね。通数征伐、永安征伐、持ち氏征伐、勇気合戦が成功し、満身遇難していたのだろうな。政策のやり方は置いといて、結果は出してるから、もしかしたら室町将軍で一番の傑物かもな。ただ最後がな。取った政策は将軍として当然だし、能力もその後継者と比べれば断然。でも周りからは孤立してたんじゃないかな。本人にどのくらい自覚があったんだろうか?義教が足利義満の義内なら、派閥闘争に発展するほど取り巻きが境内化することもなく、応仁の乱などは起こらず、日本史も変わっていたかもな。義教の性格は、くじによって僧侶から将軍へと、大きく人生が変わったことに由来するとも思われる。出家もさせられず、父義満から直接将軍を譲られていれば、くじ将軍と揶揄されることもなく、父の権威に安住する、おっとりとした将軍だったかもしれない。義教は、くじ将軍の汚名を挽回するために、一人で幕府の立て直しに頑張りすぎた感じがする。俺は民に選ばれた将軍だと思ってたのかも。強大な軍事力を持つ三冠四式家に対して家督介入、および諸家の厚遇による牽制など、将軍家の権力集中策は見事だと思う。細川慶長家、荒須御家の狐を優遇、柴家、
幼少僧侶ネス五内海氏が立憲、派閥争い多し、畠山家、義内義勝義政に権力者となる持ち国を拝着、義弟持長が相続、山名家、兄持広が拝着、弟持豊相前相続、京極家、僧侶の弟たち持木清、小木高和に相続、一色家、僧侶で兄義津らを中殺、側近で弟持信を優遇、残るは、赤松家、僧侶三津家、諸家春日部佐賀村を優遇。三津家の弟義政が不況を買って摂津文国を改易、一式の中殺事件、弟の改易、および諸家の厚遇。義持の義内、佐賀村の義持佐賀が義持に厚遇して、三津家の僧侶の地位も危機、播磨帰国の抵抗。赤松三津家にとって、追い込まれていた。一方の義盛は持遊戯、持遊戯意義も滅亡させ、大和沖の乱も鎮定、そして弟内閣義義明も滅ぼせた。まさに絶頂期だったから、三津家ごときが今更歯向かうことはないと思っていたのでは。義盛はやりすぎた。強引すぎるくらいの強引さが災いして、身に降りかかった。もう少し相手の心を読みながら、駆け引きをすればよかったのだが、僧侶上がりの潔癖症で猜疑心の塊では、そのような寝技も無理かろう。ほんの浮きみたいに、火に包まれ遺体も発見されずかっこよく死ぬんじゃなくて、鴨の子を見に来て死ぬのかなぁ。義盛の場合、暗殺に近かったからね。逆に言えば、室町幕府にはそれだけ力のある守護大名が多くいたということ。室町幕府は信長のように、しらみつぶしに敵を撃って成立したわけじゃなく、いろんなことを言っている守護大名が、なんとなく仕方ない。足利将軍でいいや、みたいな感じで成立したものだったから。有力守護大名の粛清や、家督のすげ替えの際に、有力守護大名の力を削いで、幕府の直轄領を増加させて、幕府の経済基盤を強化させる手立てを講じておけばよかったんだが。それは結果論。領地奪えるほどの力が幕府にあったが、最初からすげ替えなんかしないで滅ぼせばいい。足利義盛は絶対権力持ってて、自分のお気に入りを当主に無理やりさせたって書き方されることが多いけど、普通に考えれば、守護大名内部の対立を利用したって感じだよね。義盛は、殿下の宝刀を使いすぎた感があるよな。普段は隠して、ここぞで見せて、目立たぬところで抜くくらいでよかった。抜きなしの将軍権力の切れ味が、万人恐怖を招いた。万人恐怖って言葉が一人歩きしすぎ。ある意味義盛も被害者。正直言って、潜在的敵対勢力である守護大名のところに、ホイホイ行った以外、目立った失策ないよ。この人。ピークの時に暗殺だからなぁ。油断もあったんだろう。カモになってしまったわけか。実朝と義盛も暗殺パターンはまるで違うね。実朝は明らかに裏の勢力にやられた感じで、警備してる奴はおかしいだろ。なんかあれ、本当は実朝じゃなくて、北条義時の方を狙ったんじゃないかって説もあったね。ああなるほど。そんな説もあるんだ。けど、直前に逃げた北条が、やっぱおかしいと思う。義時だけなら、北条家には政子とか有力な人物がいるからね。言ったらキリがないけど、いい感じに年取って、自分で判断したくなってくるだろうし、実朝はうなぎ人だっけ？結構朝廷側に取り込まれてる感じあるし、北条側にとって邪魔つったら邪魔だよな。いい年になっても政治に無関心だったのが、足利義和と足利義政だったということだな。若い頃の足利義政はいくらか政治に興味があったらしいが。義政は政治に関心があったけど、部下が言うことを聞かなくて挫折した感じ。それで文化的な方向に進んだんだろう。そう考えると、精神面は弱いけど機能は高いんじゃないか。義政、鑑定眼とか苦労とレベルらしいし、てか義盛もそうだが、足利将軍は個性的なの多いのに、マイナーなイメージがつきまとうのが残念な。足利義政はある意味、相当精神力が強いと思うぞ。応仁の乱が始まって半年後くらいに、花の御所の隣の寺が焼けて、煙が花の御所にまで入ってきているのに、宴会を続行している。木の富子でさえ、すぐ隣で細川と山名が戦っている時は慌てていたというのに、足利義政は無視して酒を飲み続ける。花の御所だから絶対大丈夫だと思っていたのかな？慌てて逃げれば気が小さいと笑われるか、危機意識があると言われるか、どちらとも取れるな。そもそも足利義政に危機管理能力があったら、応仁の乱なんて起きなかっただろうな。そもそも義盛が健在なら、応仁の乱なんか。義盛がもう20年生きてれば、
義政も変わってたと思う。少なくとも、義政も最初はかなりやる気あったし、そもそも義盛が討たれなければ、弔い合戦で声を上げた山名が復権することもない。地方自立は規定路線だったかもしれないけど、戦国時代なんてのまで言ったのは、明らかに中央に力がないからだし、義盛も中央集権路線が引き継がれていれば、変わったんでないかな。まあ、義政にとっては側近のせいで自由にやれないのが、親父のせいでに変わるだけかもしれんが。足利義盛は赤松邸に行くとき、護衛がほとんどいなかったの。確か10人以下だったはず。結構有名な剣の達人もいたと思うけどね。赤松邸での謀殺は、まさに不意打ちだったからね。突然の出来事だったし、将軍が斬られて皆動転して、応戦する者はわずかだったとか、義盛と同伴した守護大名たちが、我先に垣根をよじ登って逃げ惑う様は、闘技での長将の的になったとか。お波も現場にいたような。柿津の変の後も、赤松氏の分家の有馬は普通に幕政に参加していたし、赤松家本家も20年くらいで復活しているんだから、闘技の人も、そんなには赤松光助のことを批判はしていなかったのだろう。むしろ、感謝していたのかな。赤松光助は、足利義持の時にも揉め事を起こしたよな。あの時は、有力守護大名たちがみんな同情して、足利義持の遠征軍編成を拒否したから、何事もなくすんだけど。赤松光助の屋敷は、本能寺と同じ通りにあった。それに、イニシャルが明智光秀と同じだしね。義盛暗殺で、一番得したのは山名。柿津の変で一番得をしたのは、畠山持国だろう。柿津の変で得をしたのは、山名か島津か細川じゃないのかな。いかがでしたか。義盛は、幕府の基盤を盤石にするために、一生懸命だったんですね。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。